ドバルタン、こんにちは。可愛らしく落ち着いたヨーロッパの雰囲気満点、こじんまりしていて観光しやすいと人気のスロベニアの首都リュブリャナ、クロアチア旅行と一緒に行くことが多い見どころです。今回はそんなリュブリャナの5つ星ホテル、インターコンチネンタルホテルをご紹介します。スロベニアの首都リュブリャナに3軒ある5つ星ホテルの1つ、インターコンチネンタルホテルリュブリャナは、ハード面はかなり好印象で、一緒に泊まったお客様も大満足。ツアーに同行したハイクラス専用車の運転手さんのお客様もよく利用されるホテルだということでしたが、ホテルって泊まってみないと本当にわからないとつくづく感じる、まさかのびっくりがいろいろありました。リュブリャナのインターコンチネンタルホテルは観光見どころの中心、プレシェーレン広場から北に約1キロ弱と徒歩圏内、鉄道中央駅や長距離バスターミナルから西に徒歩10分以内の便利な立地です。客室の配置はご覧のようになっています。北側に面した客室からはリュブリャナ城や工場見学もできるスロベニアを代表するユニオンビールも見えました。ここからは客室とアメニティ、客室周りのいろいろなびっくり、朝食、レストラン、スパエリア、最後に注意点と気づいた点をご紹介していきます。客室は広々としていてシンプルながらも落ち着いた雰囲気、ベッドメイキングもきちんとしていて快適でした。ベッドや枕も寝心地がよく、シーツも上質さが感じられるもので熟睡できました。全く問題はなかったのですが、シーツの内側に5円玉ぐらいの大きさの穴が開いていたのは少しびっくりしました。私の泊まった格安の部屋も窓は広く、南側の線路側の景色や目の前のグランドプラザホテルも見えました。使い込まれた感じはありましたが、充電コンセントはデスク側もベッド側も USB コンセントがありました。 Wi-Fi も問題なく使うことができました。客室には無料のガラスボトルのガスなし水とガス入り水が各1本、湯沸かしケトル、カプセルコーヒー、カップ、グラス、ティーバッグが4種類、砂糖とコーヒーフレッシュがありました。ティーバッグは世界をはじめ、日本の高級ホテルのラウンジでも飲むことができるドイツの高級紅茶、ロンデフェルドのマグカップ用縦長バッグ、ジョイオブティーで素材の良さが感じられ、美味しかったです。ただカップが普通サイズで、うっかり持ち手部分が折れ曲がって操作についていたので、お茶がだいぶ操作にこぼれていました。ティーバッグの引っ掛ける部分をカップの持ち手にかけるとよかったようです。カプセルコーヒーを飲もうと思いましたが、すでにカプセルがセットされていて新しいものを入れることはできず、前の人が入れたまま出せなかったのかと思い、そのままコーヒーを入れました。コーヒーフレッシュを入れた後でコーヒーの色がやけに白いことに気づき、ゴミ箱を開けてみたら、なんと使い終わったカプセルがいっぱい入っていました。カプセルを全部捨てて再度セットし直し、新しく入れ直したコーヒーは仕方がないのでミルクなしで飲みました。客室内のミニバーはロックされていて、レセプションにコンタクトして開けてもらうシステムで、ミニバーの料金表は QR コードで読み取るよう案内がありました。客室にはバスローブとスリッパ、シュースポンジ、アイロン、金庫が備わり、ランドリーサービス、靴べら、ブラシがありましたが、ブラシには毛ぼこりがたくさんついていてびっくりしました。お客様のお部屋はテレビが壊れていて、修理の人に来てもらってリセットしてもらって一旦は治りましたが、2泊目はまた使えなかったとのことでした。浴室はバスタブ付きでした。加えてガラス戸で仕切られたシャワーキャビンとお手洗いがあり、お手洗いはセンサーで水が流れるタイプでした。シャワーはレインシャワーとハンドシャワー。私はバスタブにお湯を張ってお湯に浸かり、バスタブ内でシャワーホースが伸びるハンドシャワーを使ったので、排水に時間がかかるなと思ったものの、少し床にお湯が漏れたぐらいで大きな問題はありませんでしたが、一緒に泊まった残り3室のお客様は皆さんシャワーキャビンを使って、浴室中が大洪水になった方、
水が流れないことに途中で気づいてバスタオルで席を作って排水を待ちながらシャワーを浴びた方がいらっしゃいました。コーヒーメーカーやブラシの毛ぼこりの一件があったので掃除が行き届いていないのかと思い、翌日朝レセプションで3室の排水口の掃除を頼みましたが、2泊目夜も排水トラブルは改善されていなかったそうです。レセプションには合わせてコーヒーカプセルのゴミの写真とブラシの毛ぼこりの写真も見せましたが、2日目夜もブラシの毛ぼこりはきれいになっていませんでした。アメニティは SDGs の風潮か、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ボディローション、ハンドウォッシュはすべて備え付けの大ボトル、シャワーキャップ、バニティセットは見当たりませんでした。照明付きの拡大ミラーがありましたが動かすことができず、153センチの私は背伸びをしてギリギリ目が見えるぐらいでした。使いませんでしたが体重計もありました。パッと見は客室も浴室も清潔で快適そうだったのに、見えない部分の掃除が行き届いていないのにはかなりびっくりしました。排水口の掃除を頼んだのに排水が良くならなかったのは、もしかすると構造上の問題があるのかと思いました。10階の南側と北側、14階の南側と北側とバラバラに離れた4室のうち3室で排水トラブルがあったので、たまたまそうなのか全部そうなのかすごく不思議に思いました。もしかするとほとんどのゲストはスパに行ったり、私のようにバスタブを使ってシャワーキャビンを使う方はあまりいないのかとも思いました。朝食は20階のレストランでビュッフェ形式でした。開放的でルブリアナの景色が眼下に広がり、とても気持ちよかったです。スペーシャスな屋内スペースの他に屋外席もありました。朝食の内容は5つ星ホテルにふさわしく普通に充実していました。スロベニアのスパークリングワインやスムージーも2種類ありました。ミルクもリクエストをするとアーモンドミルク、ココナッツミルク、オーツ、ソイミルク、ラクトースフリー、ローファット、フルファットが選べると案内がありました。メニューからオムレツやエッグベネディクトなどを注文することもできました。エッグベネディクトは巨大すぎず美味しかったです。朝からアイスクリームがあったのはちょっとびっくりしました。朝食会場にも使われている最上階のレストランはホテルとは別経営でミシュランガイド推奨を得ています。景色がとても素晴らしいので、宿泊をしていなくてもカクテルや食事だけに行ってもいいなと思いました。スパエリアは18階にありました。屋内プールからはリュブリアナの風景が広がり、優雅な雰囲気でした。リュブリアナ城やユニオンビールの工場も見えました。プールの横にはジャグジーやリラクゼーションスペース、サウナは乾燥サウナとスチームサウナ、遠赤外線サウナがあり、ティーバッグとレモン入りの水が備わっていました。ジムには各種マシンやヨガマットがありました。ロッカールームは写真を撮った時には気にならなかったのですが、こうして見ると拭き掃除が雑なのがわかるなと思いました。ドライヤーなどもちょっとごちゃっとした感じで、他に比べてアンバランスな感じがしました。デオドラントのスプレーもドイツ系ドラッグストア DM のオリジナルブランドの一番安いもので、ちょっとアンバランスな感じが否めませんでした。最後に注意点です。エレベーターは高級ホテルによくあるようにカードキーによるセキュリティ管理がされていて、共用スペース以外は自分が宿泊するフロアにしか行くことができません。一人で泊まっているときは常に鍵を携行するので問題はありませんが、二人で泊まっているときなので鍵を一枚だけ携行し、うっかり途中で別行動してしまうと部屋があるフロアに行けなくなります。21時ごろ、ターンダウンサービスの人が客室に回ってきました。ベルボーイはチェックインのときもチェックアウトのときもきちんとしていて好印象でした。ロビーには銀行系の ATM がありました。車寄せもあり、ミニバスの駐車も問題ありませんでした。クロアチアの隣国、スロベニアの首都ルブリアナ。治安もよく、こじんまり落ち着いたヨーロッパの街並みが楽しめ、居心地の良い街です。
リブレナからは車で片道約1時間でアルプスの瞳と呼ばれる風光明媚なブレット湖やヨーロッパ最大規模の鍾乳洞ポストイナ鍾乳洞へも日帰りで行くことができ、2、3泊するのに最適な街です。そんなリブリアナの宿泊選びのお役に立つと嬉しいです。スロベニアの首都リブリアナの5つ星ホテルインターコンチネンタル最新レポートいかがでしたでしょうか。施設は広々としていてハイクオリティさが感じられ、スタッフの感じもよく、インターナショナル大手チェーンの安定した朝食も楽しめるホテルだと思いましたが、見えない部分の掃除がこれほどトラブル続出なのもかなり珍しいと思いました。クロアチア旅ソムリエでは大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしています。この動画がお気に召していただきましたら、チャンネル登録して応援していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。フバーラ、ドビジェニャン。